はい、どうも、ソーバリアントとヒシイグアスのワイド1点厚めでいきます。ミソです。はい、本日はですね、生まれ変わった天明高校新テンプレデッキでPS 選手を量産しようということでですね、サクセスやってまいりましたので、そちらの様子をこの後皆様に見ていただこうかなというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。デッキが高原、サンタモコバ、かぐや、バレンタイン、アンコ、トークサ、マリク、サポートに時藤と演武ということでですね、6上限の総力116、ミートパワー106編成となっております。でですね、変わったのはメインデッキではなくこちらですね、サポートデッキが大きく変わりました。従来であればカヤノとポコタハイズカがテンプレだったんですけど、そこが時藤と演武に変わったといった感じですね。はい、これによってサポートイベントが発生すれば確実に黄色の砲撃を設置することができるようになりました。これが本当に強いですね。特に時藤は黄色の砲撃と黄色砲撃持っておりますので、サポートイベントが来ればめちゃくちゃ激アツでございますといったところでですね、はい、まあもう天明のね野手も極めたいという方はもう時藤の確保は必須かなというふうに思っております。サポートデッキのキャラは代用できませんからね、フレンドに借りることもできませんので、はい、そこはご注意くださいということで、天明やってまいりましたのでサクセスの方へどうぞ。それでは早速サクセス見ていきましょう。持ち込みがマックスパワードリンクと招き猫で外野手育成となっております。初手はトグサのびっくりを踏んで評価アップですね。さあ、砲撃設置タイムに参ります。どうでしょうか。ちょっと渋いね。ここは打撃アンコ行ってお供え物4つ回収しつつ演武が来てくれました。まあ序盤は時藤よりも演武が来てくれた方が青の気砲撃をね設置してくれますので、ちょっとねありがたいかなというのはありますね。それここは走塁に行ってサポート狙いですね。サポートくれば6個になりますが来ませんでした。早くもこれはマックスパワードリンクを使わないとやばいかもしれない。そうね、ここは使っていきましょう。で、打撃をまあいち早く埋めつつ、一応緑と黄色の神様プラスエースキラー取れたらいいななんていうふうに思っておりましたが、3人目はいませんでした。さあ走塁でここでエースキラー取れますね。まあ確率に行きましょう。青で回復できるのもまあちょっと嬉しいですね。さあ今んとこ打撃と走塁だけ肩埋めたいんですけどね。ちょっと砲撃はあまり置けませんでしたね。はい、肩置いといてあんこの評価上げつつ演武がまた来てくれました。サポートイベントはなかなかいい感じに来てくれましたね。さあ、ただ肩に置けてないのがちょっともどかしい。まあ、これで打撃走塁肩がね埋まる形になったので、まあ、最低限準備は整ったかなというところですね。地味に真意の経験点も美味しいです。サマリクのイベント来まして、光らないなら守備かメンタル。あー、ちょっと寂しい。なんならこれ走塁でお皿物取ろうかななんていうふうにも思いましたが、まあ一応守備いっときます。はい、でもって神様イベント来まして、そろそろタック欲しいですね。マリク評価アップナイスすぎる。あー、光らないね。大丈夫かこのサクセス全然もうね、セック1の5ターン目あたりからタック起こしたいんですけどね、光ってくれないですね。そしてサポート演武ばっか来るね。で走塁一応まあまあ強いけど、ここは行かずに守備でサポート狙いですね。で守備を埋めていくという、はい、大ターン不敵なムーブをかましてますね。さあここで肩か打撃来ました。これは絶対に行きたい。肩で行きましょう。いいですね。黄色緑で青は遠いので、無理して入れてもよかったけどね正直。ただここ我慢しましたね。まあ、回復量もそんなになかったんで、はい、打撃とかに置いてある青の砲撃を生かしていこうかなっていうのが狙いですね。さあ演武しか来ない。サポートイベントが演武しか来ません。そんなことある、どんな確率って思ってたんですけどね。さあ、守備、黄色近いんすよね。
で緑はちょっと場所が不確定要素が高い。ここ悩みますね。ただ守備は1箇所しか光ってなかったので、ここは肩で経験点取りに行きましたね。はい、セクチ6400点と、ちょっとこの出だしはあんま良くないですね。セク2個頑張んないといけません。で、これはまあ1箇所なんですけど、青の回復と黄色がまあ2つ動かせばいけるので、まあ行っとこうかなって感じですね。お供え物もめちゃめちゃ余ってるので、ここは使っていいかなと。できれば緑も入れたいんですけどね。緑の場所がちょっとね、高原あんまり行かせなかったので、確定させることができないということで、緑は我慢します。緑の強力もね、強いんですけどね。想像してるね、倍くらいの経験点入ってくるんでね、非常に強いです。ここは黄色単独と青の回復だけ。で、どれくらい落ちるかな？やっぱ精神多めで、演武しか来ないね、そして。怖いね。演武しか来ないのがマジで怖いね。まあ、ただ演武来てくれたおかげで打撃行くことによって、またね、6個の状態作れるので、このムーブがかなり強力ですね。天命高校でこのムーブを決められると、ハマってる感じがしますね。はい。タック起こして、回収してまた6個にするっていうね。これが無限にできたら、マジでね、とんでもない経験点出ますね。もこもこの回復あんま嬉しくなくて、セキカッターがまた打撃。それ行くくらいだったら肩を、6個にしとこうか。というところですね。まあメンタル行くかもちょっと迷いましたけども、まあ経験点の軸になるのが打撃と肩なので、ここはね、いつでも6個にしておきたいっていう感じですね。で、まあちょっと必須青徳をガンガン取っていきます。基礎値上げれよって話なんですけどね。ちょっと寂しい肩練習踏んで。マジで演武しか来ないね。どういうことなの？時藤何してんの？新加入の時藤が仕事しないんですけど。さ、これも、ちょっといまいちだね。青と、まあ、黄色と、黄色がね、これ。2箇所と1箇所は全然違うんですよ。せっかくね、黄色の宝玉4個も入れられたのに、1箇所光だとちょっと悲しいんですけど、ただこれ行かないと行く練習がマジでないので、ここはもう妥協ですね。妥協の肩タック。まあ、この展開タック自体は強いんですけどね。キャラが固まってくれたおかげで。ただ点数はあんま落ちないでしょう。先手にもいかない。で、ようやく時藤が来て仕事しましたね。でここはしっかり敏捷の方入れておいて、マリックが2回目かな。さあどうだ。おお、3箇所来た。いいですね。これはもう走塁か打撃。悩ましいところですね。走塁の方が、オレンジが残り5ターンとね、機能していて、まあ走力もまだね、上げてなかったんでね。まあここは走塁でいいんじゃないかなといったところですね。また、お供え物もそんなに使わずにね、神様3人タック作れるのは非常にいいかなというふうに思ってます。神様は重なれば重なるほど、点数が上がりますからね。神様1人で宝玉いっぱいよりかは、神様複数人で、まあ、宝玉1個ずつとかのタックの方が点数は出るようになっておりますんでね。はい、そこは、覚えておいてください。まあ、ただ、オレンジの神様はマジで弱いです。マリックが完走ですね。さあ、光り続けるが打撃単独。ちょっとそれは渋いね。行くとこがないな、マジでこれ。行くとこなさすぎですね。これはもう肩行ってお供え物2つだけもらって。っていう、ちょっと渋めです。まあ一応経験点回収できるんで、まあ悪くはないんですけど、できればこういう練習は踏みたくないでござるね。ただこういう練習に限ってね、サポートイベントがね、まあ来なかったんですけど、意外と来たりします。さあ、もこもこ1回目ですね。肩メンタル、肩埋めれますね。さすがに肩かな。しかもヒアルカいるんでね、次のタックに期待できますね。サポートいらないよ。なあ、時と、
あんこが1回目で、もこもこ3択回復が入ってしまいます。さ、さすがに光るでしょう。2箇所光ってほしいね。どうだ、わあ3箇所いいですね。さあこれは打撃に黄色いるんですが、さすがにこれは黄色持ってきましょう。あんこと、あ、ただこれ守備がいいですね。ベストな練習見つけました。これは守備練習ですね。守備、緑、黄色。今の経験点バランス的には最高ですね。かぐやとサンタモコとトグサ。かぐや、サンタモコの、これ精神ボーナスがとてつもなく働きますので、はい。これ精神ね、欲しかったところがね、ピンポイントで補給できますね。はい。まあ、もちろんカラダックも強かったんですけどね。ここは、会心の守備タック。お供え物、落とし物に注目。いや、いいですね。精神2000オーバー。でかすぎ。で、お正月ですね。大凶だけはやめてください。OK ですね。さあ、そして、走塁3人いいですね。最高ですね。これで一気に6個にしていく。お供え物も20個超えてるということで、安定した立ち回りができてますね。うん、セク1点数出なかったんですけど、セク2で一気に取り返した感はありますね。さあ、ちょっとまだ精神ポイントがないんでね。基礎値には触れません。これ黄色入れても良いかなと思ってます。お空物こんだけあるからね。うん、黄色をちょっと入れようかなという感じですね。まあ、ただ、砲撃がない状態の黄色の真意は、そこまで効果は期待できないので、まあ、気持ち程度って感じですね。はい。来てくれたらラッキーという感じで。うん。入れないよりかはマシですね。で、時等が2連続で不発していく。さあ、あ、2箇所来ましたね。いいね。これは正解ですね。ただ、緑はこれちょっとわかんないかな。守備強。ちょっとこれ、守備もね、悩むとこですね、これ。ただね、打撃走塁メンタルと埋まってるので、ここは、カラダックをチョイスですね。うん、これ、打撃とかが埋まってなかったら守備で経験点取りながら砲撃6個にしてました。はい。ここでカラダック踏まないと、次のターン光んなかった時が苦しいんですよね。うん、なので、砲撃が練習にいっぱい埋まってるときは、うん、タックルいいかなって感じですね。しかも技術も欲しいところだったんでね、高原の。黄色砲撃いっぱいで、技術いっぱい。さあ、これはもうちょっとコツ取ってしまってますかな、多分。うん、パワーヒーチをもらっといて、で、まあ技術でいいでしょう。さあ、光って、また肩走塁。ただこれあんま行く価値ないかな、さすがに。バランスも崩壊しちゃうしね。うん、手堅くここは守備で、取りつつ、お皿物4つが美味しいですね。はい。特に神様は入れずに、お供え物だけもらっていきましょう。うん。まあ、この経験点回収するときが、まあちょっとね、休憩っていう感じですね。まあ、その休憩の段階で、勝負は始まってるということで、さっきみたいにね、キャラが3体いてくれて、保育6個埋まってくれると最高っていう中ですね。さあ、餅。餅の神様の名前忘れちゃった。何や餅だっけ。さあ、もこもこ終わって、打撃はいまいちなんで、まあ悪くないけどね。ただ1箇所なんでね。紫させたら強いんですけど、まあさすがにこれ肩かな。かぐやもいるしね。ここでサポート、時等とか来ると激アツなんですけど、どうでしょうか。うわー、激アツですね。時等いい仕事。さあ、一気に32,700点まで回復しましたね。まあ、ただ、まだまだ足りないですね。セクリの平均くらいかな。で、3箇所光りましたが、これ、走塁、打撃がこれハイパー強いですね。で、青も黄色も遠いんですよ。これ全部使うと、お皿物10個使うことになるんですが、まあ、その価値はあるかなと。うん。キャラ4体固まってるからね。
サンタモコのシングルタックなんですけど、高原技術ボーナス、かぐや筋力精神ボーナス、あんこ筋力ボーナスが全部乗りますからね。しかもやる気全員ね、100% 超えと。うん、高原50だったら 150% なんですけどね。というところもありますんで、ここちょっと悩みましたけど、打撃に全部バーしていきたいと思います。これ黄色が気泡玉だったら完璧だったんだけどね。はい、10個贅沢ですね。なんなら紫まで突っ込みたいけどね。はい、展開タックだけでもう3000点見えてますね。これは気持ちいい。まあ、神様近かったら嬉しかったんだけどね。で、補給もようやく S まで行くか、あ、行かないか。さあ、邪気あってこれだからね。邪気なかったら完走したんじゃないの ?1200 で。3600点連取だと疑惑がありますね。さあ、落とし物、でかい5000点くらいいただきまして。で、あんこ、あんこれ、一気に最大値が8アップですね。さあ、連続で来てて、勝った。ああ、これ黄色刺したいね。近いのがありがたい。ありがとうございます。しかも、高原がいてくれるのいいっすね。技術が入るんでね。さすがに筋力にと、もう、寄りすぎてるんで、現状ね。この高原はナイスすぎる。降格校も取っちゃって。コツもそうですね。まあ、精神使わない系を抑えていきたいですかね。うん。言うて筋力はまだまだきつい。OK です。いやー、いいですね。安倍姫もありがたい。んで、持って、高原か、2回目かな。さあ、結構光るね。走塁はただきついな。走塁は今きつい。ここはただ守備黄色が置けないっすね。黄色置けないんで、悩ましいところだけど、まあ、打撃いっとこっかなって感じですね。さすがに、黄色は置きたいのでね。筋力がマジで、ようやっと、溢れない程度になりました。さあ、演武よく来てくれる。が、まだ6個にはなりませんでしたね。さあ、宝成功ありがとうございます。そして、走塁がよく光るんだよね。メンタルいっときたいですね。メンタルいきつつ、黄色の真意を発動っていうのがベストかな。これでまた、走塁以外が光ってほしい、集まってほしいって感じですね。打撃か肩に集まってくれると嬉しいです。守備も一応ね、点数落ちてるんで、守備に来てくれてもいいかな。時と、いやー、サボり癖危ないね。なんとか回避して、あれー。まあ、一応肩2人来たけど、あ、これは守備でいいっすね。守備って、保育6個にしておきましょう。肩も悪くないけどね、サポートイベント来たら、もう肩練習が正解っていう感じになりますけども。ここはしっかり、今、守備タックが欲しい経験点バランスなんだよね。てか、常にそうなってるね。さあ、また光ったけど、埋まってないっすね。ここは打撃でしっかりと保育6個を作っておきましょうか。まあ、展開タックの回数が減ってきたんですけど、まあ、まだ落とし物をね、しっかりと回収しながらね、立ち回れてるのって、ロスには繋がってないかなといった感じですね。さあ、演武不発。展開タックはコツ。まだ耐えれるね。まだ肩でお供え物、落とし物回収して、なんとかごまかせます。サポート来てほしいね。
時と再び、時と再び。いやー、本当に来た。全然動画覚えてないんですけどね。あ、メンタルいいんじゃないこれ。あ、打撃も悪くない。あー、これメンタルかな。うん、さすがに。打撃もね、一応、悪くないんすよね。あ、でも打撃の方がいいか。打撃ですね。青を生かしたいんで、これ打撃いっちゃいましょう。またこれ、お供え物10個だ。青、緑、黄色。うん。ちょうど、見えてる全員、打撃にぶっ刺さりますね。はい、今回こんな感じで、10個使ってでかいタック踏む。これ打撃で2回目だね。はい。しかもまたキャラ固まってくれてるんで、これは強いです。うん、もう取る青得はないかな。そうね。冷静骨、もらえるくらいかな、あとは。さあ、これもでかいですよ。青の気泡玉の回復入りますからね。いや、でかい5000点また行きました。いや、演武がマジで仕事してるね。本当に。青の気泡玉が役立ってる。さあ、そして、走塁か。メンタル一応来てますが。あー、近いっちゃ近いね。黄色、青、緑。まあ、青は意味ないんで、黄色、緑をぶっ刺すか悩むところ。恐れ物もね、メンタルで3つ取れるんで、まあ、6個使ったとしても3個返ってくるんで、実質3個でいけるんすよね。なんで、まあ、緑が気泡玉っていうこともありますので、ここはまあ入れてもいいかなって感じですね。他行く練習がちょっと現状ないんでね。筋力にキャラ固まっちゃってるし。なんで、まあ、ここしっかりとね、精神ポイントも今全然足りてないので、もらっとこうかなって感じですね。ちょっと邪気溜まりすぎだけどね。紫一回も使ってないんじゃないかな。あんだけあったお供え物が結構苦しくなってきました。紫がね、まあ逆にカヤノがいなくなっちゃったんで、紫はほんとサンタモコの宝玉でしかヒントを得られませんので、まあそこが、立ち回り上大きく変わったところかな。うん。ただ紫は、入れられたら嫌くらいなんでね。全然いいと思います。って言ってたら紫来たー。これ緑黄色近かったら行きたいけど。場所がわかんないパティーンですね。黄色がこれ、筋力かメンタルですね。で、緑は完全にわかりません。というところで、これ、ちょっとギャンブルしてみて、あ、成功しましたね。これ、守備に、メンタルにいてくれたら、このタック行こうかなっていう風に考えてました。はい。筋力で外した場合は、肩行く予定でしたね。はい。といったところで、まあ、これ、ちょっと邪気も邪魔なんで、正直、緑も入れたいけどね。あー、これ、緑深追いしたんだっけな。でも、深追いするってなるとね、だいぶ、やばいので、確かここは我慢したと思います。走塁、筋力、打撃メンタルのどっかって感じじゃないかな。緑はね。なんでそこで、走塁なんて引いちゃったらね、お供え物8個持ってかれますからね。てか8個もねえよって感じなんで、ここは我慢ですね。タック自体は強くないですけど、まあお供え物もそこそこ落ちるかな。いいですね。さあ、まさかのかぐや1回目遅えよって感じですね。もうちょい早めに来てくれてね、サイライチアップしてほしかったね。で、打撃がいい感じですね。これで6個にしつつ、邪気もね、ない状態なので、しっかりと1200、1200、1200が入ってきますからね。これぞ、時頭の力。はい、ありがとうございます。演武は不発ですね。さあ、光って、走塁。そろそろ欲しくなってきた走塁。どうなんだ、これは。黄色の場所が、わからないね。これは悩ましいとこだな。3箇所光ってんだよね。
3箇所光ってるんで、これね、神様コーンを使用して筋力、守備、メンタルのとこだったんで、まあこれはそうだね、黄色だけでも突っ込む、あ、てか黄色と緑突っ込めますね。お供え物を全部使えば、はい、というところで、あんだけあったお供え物がこれでゼロになります。ちょっとまあここ勝負だね。緑もそこそこ強いんで、はい、まあ終盤なんでね、落とし物が落ちてればそこの経験点取りつつ、まあ お供え物をちょっとだけ拾って、まあ2、3回タック起こせばね、あとは拾うだけという状況を作れますんでね、はい、ここはちょっと勝負ですね。ありがとうございます。キャラが固まってるのもでかいです。かぐやらあんこですね。筋力えぐいくらい落ちんじゃないかな。はい、強い。4000点くらいですね。で、遠くさ失敗。まあ、やる気の問題ですね。さあ、一気に積算6万点までまくりましたね。あとは3万点出すだけ。3万点出せば9万点です。さあ、で、これまた3箇所光ってるんですが、黄色の神様を入れることはできませんと、ちょっと悔しいですね。はい。なんで、これはもうね、落とし物が、ほぼ全ての練習に落ちてるんですよね。なんで、そこ拾いつつ、また持ちも取っていきましょう。あ、今、落とし物って言った？ちょ、落とし物とお供え物が混ざるんだよね。はい、かぐや2回目ですね。はい、まあ練習試合はサクッと終わらせましょう。なんで、まあ展開タック落ちなく、残さなくても、まあまあ、点数が取れる状況は作れてあります。走塁、守備、メンタル。どこもいいですね。まあ、ただ、ここは守備で、サポート狙いかな。にすれば、6個にすることはできます。ということで。バランスもいい感じですね。経験点の。さあ、時と仕事してくれ。ということで、来てくれるかな。来ない。さあ光らず。あっと、これ守備練習が伝説の背中のとこ取れますね。まあ、しかも黄色の真意も発動できるんで、これは悪くないんじゃないかなと、いったところですね。はい、青の回復もあるんで、まあ、事故も防げるというところでね、ここはしっかりと金徳取ってで、なおかつ演武来てくれました。ナイスすぎる。課金バシンがちょっと痛かったね、今。で、走塁の落とし物を取るか、はたまたメンタルいくかって感じですね。まあ、ただ、せっかくですね、演武のね、シーン、サポートイベントも来て、打撃と守備に青の気泡玉がある状態なんですよね。なので、それを活かすために、ここ 7% のね、ちょっと怪我を攻めつつ、行きたいと思います。さあ、なんとか通して、高原来て、ここは光ってほしい、頼む！よー、来ました。打撃来ましたね。しかも青いてくれる、助かる。で、気づいたら、ね、餅も8個まで溜まってたんでね。で、これはまあ、黄色だけぶっ刺そうかなって感じですね。あ、まあ、ぶっ刺さなくてもいいか。もう、この青の回復だけで、もう、とんでも経験点取れそうなので、まあ、普通の砲撃だしね。ここは無理して黄色入れずに、次の展開タックのために、まあ、取っておこうかなって感じですね。さあ、青の気泡玉2つ、実質それだけです。オレンジはもう、ほぼ機能しません。それだけで、何点落ちるか。体力差ライチはもうカンスト寸前。さあどうだ。お、いい点数ですね。実際青だけでこの点数はでかいです。気持ちいいね、あの状態から大回復。さあ、そして肩来ました。これは緑突っ込みたいが、打撃筋力、守備、メンタルのどこか。さすがにヒントなさすぎ。ただ、緑の気泡玉4つなので、これはもう、神様知る、使っ
ったら打撃って最悪の場所にいたんですけども、うん、もうまさに肩のタック行ってしまえば、あとはもう脅し物拾うだけという状況が作れそうだったんで、もうここも勝負手ですね。はい、勝負手を通していく。今回神様の移動激しいですね。しかもこれ高原とあんこなんで筋力技術がね、がっぽり入るんですよ。これで集客が一気に伸ばせますね。はい、ありがとうございます。そして演武がいいタイミングに来て、かぐやが完走ですね。あと一回はタック起こしたいかな、どっかで。うん、お供え物、落とし物取りつつね。もう打撃走塁、肩、メンタルにね、でかい落とし物落ちてますからね。ここはでもさすがに肩かな。サポート狙いの肩ですね。OK。ねえ、ちょっとやる気落とさないでくださいって感じなんですけど、まあもうしょうがないですね。で、ここも打撃かな、うん、邪気が上がらないうちに、ちょっと打撃のね、でかいの取っておきましょう。ここまで来たらもう、青の神様の真意もね、もうでかいと思いますんでね。ちょっとサンタモコバ、もうこれ。やる気落ちなかったらね、もうそこそこ点数入ったんですけどね。このタックの経験点に応じて真意もね、変わってきますんで、やる気落とされるのはマジできついですね。アロマグッズ追加持ち込みの新キャラが、天命ラストピース感はありますけどね。まあ、ラストピースっていうのはまだ早いか。来てほしいなってのは思いますね。さあ、そして、冷静もらっていく。でかすぎ。そして、打撃にはまだでかい落とし物が落ちている。ただ、走塁に、黄色の神様がいてくれるんですよね。で、敏捷ポイントも、うん、この後精神ポイント入れますんで、欲しいんですよ。といったところで、まあ、ジャッキーが結構上がっちゃってるんですけども、まあ、黄色取っておこうかなって感じですね。ちょ、悩ましい。とこはあります。打撃埋めも全然ありだけどね。一応ね、守備タックが来る可能性ありますので、ここは、まあ、総理でいいかなってとこですかね。拡張能力はめちゃくちゃバランスよく上がってますね。経験点バランスもいいんでね。まあまあ、綺麗なね、サクセスにはなってるかなとは思います。さ、監督やる気上げてほしいんですけどね、なかなか上げてくれません。うん、まあちょっと待ちかな。あ、チャンスコツもらえてないですね。チャンス欲しいな。さあ、どうなる。光った、あ、守備光ったが、これね、ノーヒントなんだよね、神様の場所が。それがきつい。うん、ここね、一番悩みました。神様探知使って、まあ、誰でもいいからぶっ込む。うん。まあ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 、もう、黄色入れられたら嬉しいけど、黄色青と入れられるのが一番最高なんですけども、まあなかなかそんなうまくいかないなっていうところで、打撃行って、打撃タックにかけるか、ここ逆、神様を場所知る使って、守備タック行って、守備の落とし物取って、最後この打撃の落とし物取るかっていう、二択ですね。はい、ただ、ここ、使った結果、めちゃくちゃ悲惨なことになってしまいました。はい。青と黄色が一番遠いところにいたということで、まあ、これはもうちょっとどうしようもないということで、まあ、打撃行って、お供え物1個回収して、そうするとお供え物6個になりますんで、この6個で頑張ろうって感じですね。で、もっと言うと、筋力にね、ヒアルがいたんで、真意発動させるために、1個使って動かしてもよかったかもしれないですね、さっきのターン。うん。4個あれば展開タック作れたと思うんでね。ちょっとプレミじゃないけど、やっちゃったかなーってのはありますね。はい。これはね、もう打撃守備のもう二択なの。ここで、ここで真意発動させるくらいだったら、さっきのターンやっときゃよかったなって感じしますね。はい。
で、これメンタルの落とし物は邪気が上がってるだけで、まだまだもうでかい1000点落ちてますんで、まあ、光んなかった時のケアは一応できてます。はい。まあ、ただ光ってほしい。打撃タック来るのが、まあ、一番理想的ですかね。このバランス見るにね。集客もめちゃくちゃ上げれそうだし。さあ、最後。光ってください。お願いします。いやー、音沙汰なし。はい。なんで、この最後、メンタルのでかいの回収して終わりですね。ちょっと悔しいな。もうちょい、打撃タックが来れば査定伸ばせたんですけどね。まあ、幸いでもメンタルの経験点は使いようがいくらでもありますからね。綺麗に使い切ってあげて、まあ、格上げれば、うまく使えるかなって感じですかね。チャンス、ありがとうございます。まあ、ただチャンスはバランス的にね、コツなしでもどうにかなった感はありますけどね。はい、ソウルいきましょう。で、あとは本当にもうないかな。拡張上げていくだけですね。筋力敏捷を甲子園練習でいかに稼げるかというところになります。さあ、ソウルイタック、あー、いらないとこに。まあ、一応あんこ筋力くれるんですが、これね、こっちでハイボールヒッター持ってるんですよね。これハイボールヒッターなかったらよかったんですけどね。なんでここはもう走塁、ピンショーをしっかりと取りに行きたいと思います。ちょっと渋いね。走塁か肩タック欲しかったけど。さあ、ラスト、走塁肩が、肩来ましたね。まあまあ嬉しいです。やる気がね、絶好調だったらもっと強かったんですけどね。はい、ということで、終わりましたね。ちょっと終盤やる気がね、不調まで落ちて、点数伸び悩んだってのはありましたけどもね。まあまあまあ、比較的綺麗なサクセスができたんじゃないかなと思っております。サポートの演武と時等も大活躍でしたね。さあ、虫歯になってエピローグラッシュですね。エピローグが4人ですね。で、上り竜をしっかりもらって、最終的な経験点が何点ですか？はい、89,199点。もうちょい9万点でしたね。はい、ということで、査定振っていきたいと思います。ということでね、海岸なしでございます。で、このね、査定振るときまで気づかなかったんですけど、総力116にできてた局面いっぱいあったんですけど、それにずっと気づきませんでしたね。はい、なんで111で止まってしまってます。まあ、査定的にも116にするくらいだったら、まあ、格を上げた方がいいということでね。はい、格だったり他の男取った方がいいというところで、ちょっと116にはできませんでしたけどもね。はい、こんな感じでまとめました。はい、海岸なしなのでバランス良き。PS1 の8メモリでしたね。まあ、やる気不調じゃなかったら2は全然いってたかなと。いう感じだったと思います。はい。ただ、セック1、6000点からよくね、ここまで行ったなっていう感じはしますね。はい。これもね、サポートのね、強さ、そして経験点上限が1200点まで行ったっていうのもね、少なからず影響してると思いますんでね。まあ、新しくなった天明高校、皆さん、楽しんで更新目指していってほしいなというふうに思っております。ということでね、今回の動画終わりたいと思います。チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。では、失礼します。See you!